侍の時代、最後の戦争、戦火が迫る小国柴田藩。官軍はすでに目と鼻の先、出兵を拒むようなら同盟軍を裏切った者とみなし攻め入る。そこでお主に相談が。砦を死守せよ。無罪を条件に集められた死刑囚たち11人の決死隊。罪人であろうが戦ってもらう。戦ってどうなるかじゃねえろ。国を足元から変えるんじゃ。多少の犠牲は目をつぶれ。役目が終わりゃ俺たちは口封じされる。こうする以外なかったのです。ふざけんな。日本の命運を決めた集団抗争。こもらいかせんじゃ。わしは賊ら11人目のな。11人の賊軍。